はい、社内検定のうちですね、一定の基準に適合して、技術振興上奨励すべきものをですね、厚生労働大臣が認定する、社内検定認定制度というものもあります。これは厚生労働大臣の認定を受けた場合は、厚生労働大臣の認定証というものが交付をされて、官報に公示されるということなんですね。だから、社内検定が、権威づけといいますかね、信頼感を、生じさせる、ことができるということですね。